あれを買って毎日トイレ風呂掃除でロト6、2等が当たった。とにかく運が良くなるとうと言われている話なら何でも結構です。体験談でその効果のほどもぜひどうぞ。じゃあ俺様が教えてやるとするか。周りの生き物や植物を大事にしろ。いつか自分に返ってくるから。願望をノートに書きまくる習慣はいいらしい。あとプラス思考の人間関係を築いていけばいいらしい。ネガティブな友人とは距離を置いた付き合いをすればいいらしい。夢や目標を持った仲間と向上し合える人間関係を築くべし。知り合いの知り合いがかなり大きい水晶を買い、毎日トイレ掃除と風呂掃除を1ヶ月以上していたら、ロト6の2等が当たって車買ったよ。その人によると、水晶を見ていると数字が見えてくるって。でも、そんなに当たって後が怖い気がするけど。別にお部屋というわけではないけれど、雑然とした部屋をとにかく綺麗にすることを心がけてたらくじ運が上がった気がする。今までくじに当たるなんて皆無だったからちょっとびっくりした。いらないものを捨てると過去へのこだわりもなくなって気分すっきり。捨てれば捨てるほど逆に無駄買いもしなくなって物欲も激減。仙人みたいになるつもりはないけど、自分に必要のない過去はある程度は捨てていいもんだと思ってます。マジですか？やっぱ部屋をきれいにするとそれだけ運も上昇ってことなんですね。確かに、きれいになった部屋を見るだけで心が軽くなったりするし、何かを始めたくなるのはわかる気がする。よし、このスレの皆さん、何でも第一歩が大事です。これを機に部屋を片付けよう。いらないものを思い切って捨てよう。このスレでは、誰かが、これはいいと思うと発言してくれたことを皆でどんどんやっていこう。朝、早めにカーテンを開けて、太陽の光を部屋の中に入れる。あと、カーテンレールにハンガー、衣類をかけない。部屋を暗くしないで。すっきりさせるということをやったら、少しだけど金運が上がりました。偶然かもしれないけど、これからも続けます。そうそう、朝日の入る部屋はいいらしいよね。運悪く日のささない部屋だったら、なるべくきれいに掃除して黄色やオレンジ色など明るい色の布などを使って部屋を明るい雰囲気にするといいらしいね。風水の本か何かの受け売りだけど、経験的にはあまり人や物にしがみつかないで、こいつはダメだと思ったら切り捨てるの思い切りの良さは大事かも。ところで、時々テレビで紹介される懸賞にいつも当選する主婦の部屋、必ずしも綺麗じゃないんだよね。結構小物や人形がどっちゃり飾ってあったりする普通の小汚い部屋。自分も昔懸賞で20万相当のものを当てたことあるけど、その頃も机の上は汚かった。今もだけどね。汚い部屋でもいいんだったらそのままでいいんじゃない？そういう状況のままでも運のいい人はいるだろうし。ただ現状を変えたいって思って部屋をきれいにして、その結果運気が上がったと感じる人もいる。持ってる素質は人それぞれってことで。個人的には汚いのはダメなんだけど、最近じゃ病気のくくりで語られることもあるし、運がどうのってことより心の問題じゃないかと。汚くてもいいんじゃなくて、そういう状況になってしまうという。そういう人は無理してきれいにしなきゃって脅迫的に思わなくてもいいんじゃないかな。ちなみに自分はきれいにして受け売りの風水とか取り入れたりしてるけど、そういうことに時間を費やせるのが大切なんだと実感したよ。結果よりも過程かな。ギャンブルはやったらダメですね。一時的に勝つことはあっても、長い目で見れば絶対負けるようにできている。時間とエネルギー、そして何よりもお金の無駄。賭け事はいけません。いろんな人を見てきた結果、もうこれだけは断言できます。ギャンブルに手を出すと確実に運が悪くなります。以前ラッキーストーンとしてムーンストーンという石が流行りましたよね。遠距離恋愛していた時に、恋愛がうまくいくようにと願って
指輪を購入したのですが、たまにその指輪をはめると、遠距離恋愛中の彼が突然一時帰国したり、めったに電話をしてくれない人なのに電話をくれたりということがありました。ずっとつけてるとご利益がなくなりそうなので、たまにしか身につけませんでしたが、そんな時に限って嬉しいことがありました。別れてからは会いたくないのでその指輪も捨ててしまいましたが、石の力ってあるかも。石の力ってあると思います。合う合わないがあると思うけど、残念ながら私は感じたことないのですが、身内にシトリンを身につけるとラッキーなことが多発する人がおりまして、そういうのってあるんだなぁと。やっぱりたまにしか身につけてないみたいです。この前イチローがテレビで子供たちに、どうしたら野球が上手くなりますかという質問を受けて言った言葉、道具を大事にすることです。特別なことではなく、基本的なことを大事にするんですね。当たり前のことを当たり前にできるという人っていそうだけどあまりいない。何かいい話とかを見切りで人に話すと、その話がおじゃんになるような気がする。ダメにならないとしてもすごい遠回りになったり、それを手に入れるまで大変な思いをするような気がする。それって僕もそう思った。今度〇〇をやろうと思ってるんだとか知り合いに話をした後、誰が邪魔をするわけでもないのに急にポシャったり。一つのことを共同でやるんであれば、共同者のみで相談する、第三者や話のネタで喋ったりすると、ほんと遠回りをしてしまうことある。あるね。私はそれを取らぬタヌキの川山用効果って言ってる。略して取らタヌ、略さなくてもいいけど、とにかくダメなんだよ、それは。願いによっては人に話した方がいいこともあるけど、大抵は黙ってた方がなんとかなる。なんとかなるどころか、かなりいいことが起きるよ。これからは気をつけましょう、お互いに。あ、それは知ってる。決まりかけている話を他人に話すと、それを話すことになると。逆に、現在未定のまとまってほしいことがあれば、それを他人に話すとそういう方向に向かって進んでいくらしい。気の流れのようなものがね。ジンクスにしても占いにしても、うちに秘められた機動力を快活にする力があるよね。やっぱり何事にも意欲的に取り組む姿勢が幸運を生むと思えば間違いない気がする。そういえば中国かどっかの昔話、ある王朝の娘が早死にするという判断の不吉な夢を見たんだって。その頃、その国では夢戦術を崇拝していて、これは大変だと王様が瓦版みたいなのに我が娘と夢を交換してくれるやつを募集する、褒美も十分に取らすって出したら、ある貧乏で困っていた庶民の男が名乗り出て、そいつの見た夢は明るい将来が待っているという夢だったから、王様は喜んで娘の夢と交換させて、その男に一生遊んで暮らせるほどの大金をやったとな。するとその王様の娘は大層立派な歴史に残る人物、マジで有名な人だったけど名前忘れちゃったになったと。逆にその男は早死にしてしまったそうな。結局思い込みが人生を変えることがあるっていう話だろうな。これを見て物事に対する考え方、本当に変わったよ自分。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。